左だな、これこっちだ、こっちこっち、うわっていうかマイナスイオンのいい香りする。うわすごい、うわすごいいい香りする。うわこれこれ、うわなんていうのこれ、こういう芳香剤あったらいいね。あの森林、完全な森林、マイナスイオンっていうの、森の香り、人工的な香りじゃなくてね、なんていうのこれ、落ち葉、よもぎの葉、よもぎじゃないわ、あのあるでしょ、なんかそういう、いい香りやわ。六丁峠、あ、それでも29度あるんだな。六丁峠。ほら、これ保津川ですよね、保津川。向こうから来ましょうか、こうね、こう。はい、猫文太です。皆さん、こんにちは。今京都府道ですね、嵐山から、こちら府道50号線ですね。こんにちは。これ保津川ですよね。ねえねえ。さっきね、あの、はい、川下りの船が、ああ、なんかビューっと来てます。いいですねこれね。思わずちょっと悪いけど止めてもらって。あ、ですよね。まあ、まあ、平時。ここちょっと夜勤明けで通ってるかまだ問題ないんですけどね。あの、普通に土日やったらどうなのかな。お付きを。あ、ほう。最後、うわ、すごいな。いや、僕こうやって走ってなくても汗かいてますから、結構暑いんですけどね。そう、まあ、ミッシュジャケットで風通るんですけど、暑いですよ。あれ、あんなとこ通ったっけ。バイクだから、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。はい。うん、スプリングス日吉の方に向かいます。いいとこですよ。やっぱりこうやってね、途中でね、やっぱりこう出会いがねありますからね。出会いで会話できたよ、嬉しいね、楽しいっていうか、会話できる楽しさがね。苔が一応ある部分はあるけども、そこまで、あの、落ち葉とか踏まなければね。13時35分から電源を再投入しました。13時35分。
わこれいいわ。あ、赤い橋あるし、これ通られへんやろな。ねえ、これあれ通れるの？あ、通れるんだな。8トン車、8トン車ってこんなカーブ4トン車無理やん。あの昔で4トン。何あれ、あの建物。落ち合い随度、めっちゃ綺麗なここね、川。はい、府道50号線落ち合い随度をくぐります。あ、涼しいわ、ここ短い距離のトンネルでも涼しい。どう、2周トレイル。あ、釣り橋これ、はあはあはあ、トロここか。ああ、なるほどね。ここから上登っていかなあかんね。トロッコ保津峡駅です。今ね、あそこにバイク止めてね、こう歩いてて、保津川下りのね、船がね、降りてきたらタイミングよく降りてきたらいいんだけど、まあいいでしょう。はい、鉄なんだこれ、ぶ錆びとるけども、ワイヤーね。うわぁ、これはすがすがしい。29度ある、この場所で29度あるんですけど、うん、非常にすがすがしいですよ。これエアコンいらないね。左は崖、保津川の方の崖。対向車注意ね。うわ、これ。
あ、保津川の駅って長いんやね、結局さっきのとこから。はい、どっちこれ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 。